と信条の違いを超え、政党制度の違いを超え、みんなで力を合わせ、今の危ない政治やめさせて、希望の持てる政治に切り替えようじゃありませんか。今回のこの思い切った共産党の決断は結果に出ると思いますよ。皆さんこんばんは。日本共産党参議院東京選挙候補弁護士の山添拓です。私は若い世代の力で政治の新しい時代を切り開きたい。選挙は私たちの今を変え未来を選び取るものです。一握りの権力者や大金持ちのために動く政治ではなく、私たちのための政治をという声を私日本共産党の山添拓に託してください。憲法を生かし希望ある日本に全力で頑張ります。どうかよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の志位和夫でございます。立憲主義を取り戻すという皆さん、やばい言葉で言いますと、憲法をちゃんと守る真っ当な政治を取り戻そうということです。皆さん今度の選挙、憲法改正を許していいかどうかが大変そうですよ。どうしてまいりますか。日本があの犠牲の上にやっと目にした憲法9条、私たちが世界に誇るこの宝物を守り抜こうという一票は、どうか日本共産党と山添拓さんにお寄せください。よろしくお願いします。政党を選ぶ比例代表選挙では、どうか共産党とお返しください。広げに広げてください。田村さん、山添さん、2人揃って国会で活躍できますよう押し上げてください。よろしくお願いいたします。